おはようございます、義経です。誰だよ誰だよ突っ込んでくれる人がついに ね、うん、今までこれ全部流されてたからね、うん、じゃあ今回から突っ込んでいこうかな。義経ですってなんだよ今まで絶対ということでって終わってたもんね。そう、誰だよって言ったら突っ込みはやっぱ必要なんじゃないの。多分わかんないけど、そうですね、今回は義経って誰だって。わかんない、グテグテしなきゃいけないとりあえずこう今向かってるのはどこなの。弘前のよろず屋ですね。あ、よろず屋か。でも1万円予算あるから1万円分なんか買えればいいけどね。あ、そうだね、うん、物量は多いからね。うん、なんかお目当ての商品とかある。大巨人とか。大巨人、あの大巨人の大電波と合体するやつなんだよ。なんか90年代後半から出たやつから あれあれば欲しいけど。なるほどね。あのこの前大電波だけ売ってたじゃん。はいはいはい。多分あれの大巨人のやつもある。なるほど、うん、あとまあ逆転王とかもしれない。多分1万じゃ買えないよねこれまあでも逆に1万浮いた分に元の予算足して買えばね。つまりあれだよ、君は今全ての商品をマイナス1万円っていう。なるほど、値札ついて見れるって。確かに。どうだろう、今向かってる方のよろずやってさ、はいはい、アメコミのものとかあったりする。スポーンとかできたりする。スポーンはどこにでもあるんじゃないですか。結構ありますね。スポーンあるよね。スポーンない店探す方が難しいじゃん。あー、確かに。スポーンなんだけど、あのめっちゃこうポップな字でスポーンって書いてる方じゃなくて、ちょっとリアルな方のやつだったかなと。あー、大体実写版のスポーンあるよね。そうね。あとオーブントースターマンとかで、波岡のよろず屋に300円でスポーンの VHS あげましたね。正直スポーン好きだけどさ、スポーンの映画版はあんまり好きじゃないんだよ。あー、なんつうのかな、あの普通のヒーローもになっちゃってるからつまんねえなって。あのスポーンのアニメの VHS ありましたよ。あ、それはちょっと気になるな。しかも絵とかも、うん、チャベルさん好きそうなやつね。あれは気になってんだよ俺。たださ、DVD 化されてないし。そうですね、見るのはこんなっていう。 X-Men も DVD になってないの、アニメは。あ、90年代の。そう、よかったよ。あれ売ってれば欲しいんだけど。なるほど。なんか一番 X-Men 嘘で固めたナイフ気にしつけど最初シャハー食ってくれるでしょ。そうね、あの、うん、昔のアメコミアニメのオープニングとか浮かんでくる人すごいなと。あれあんじゃん、永遠が。ああ、アイアンマンか。そうアシュラのようにあなただけ優しい。全く意味わかんない感じ、うん、あれ女の子向けアニメみたいななんか CD 入ってたよ。ああ、女の子向けなんだ。あのアニメのオープニング割と好きだよ。叩いて作るし。ああ、まあ自社でもやってたけどさ。なんだろうな、アメコミアニメのオープニングスパッと浮かんでくるの、ユーバード。ああ、ユーバードあれどうなの。どうなの、死んでもらいますか。消えてもらいます消えてもらいますひどいな。ユーバードやればいいのよね、実写で。ああ。面白くなるか知らないけどね。まあだってね、あれ全然チャージが変身するやつじゃないもんね。なるほど、いるやつだよね。いるやつ系のヒーローが最近なんかまあない気がする。ビジョンとかかな。ああ、そういうやつはいるね。ああ、主役でさ、なんかいるやついればいいじゃん。あのタートルズじゃない。ああ、タートルズ、そうか。ああ、じゃあいる。そうって中間かな。やっぱ変身するしな。ああ、うん、一応人間の見た目でもありますからね。日本のものは変身しないでそのまま家にいる。ああ、なんかそういうキャラとか見てもいいと。でやればゴーバスターズいたわ。あー、今同じこと浮かんでましたね、うん、僕も BJ スタックとかいい感じの看板って言ったね。看板、うん、左前左前いい感じのやつこれな、いい感じ、まあいい感じか、まあ、見るたびにいい感じのやつ来たなと思う。なるほど、パチンコやな。この手だけ飛び出してる感じね、うん、手だけちょっとクオリティが低い感じ。あー、君らのさ、ラジオであったのだっけ、死んでるグルートだっけ。死んでるグルート、あの、なんか串刺しになってるグルートだっけ。あ、あれだ、あれグレミニオン、ミニオンズだ、ごめん、ミニオンのミニオンの串刺しになって死んだよあれとかさ、君は変なの見つけるのうまいよ、よく見つけるなと思ってさ、うん、昨日とかも
っと看板の話してましたけどね。看板戦わせてたからやけど。なんか伊藤洋華堂の鳥の看板と、前田須藤の鳥。鳥の看板は仲が悪いね。で、その最上位にツイッターの鳥がいるみたいな話をした。そうだもん、確かに。鳥多いんですよね。なんでなんだろうね。羽ばたく的なイメージの。長崎屋も鳥だよ。あー。鳥戦隊、バードマン。超人戦隊だね。超人戦隊が。バードマン。バードマン。いるじゃないですか、バードマンって。いや、なんかニューバード海外名バードマンだし。あほー。アーマーもバードマンいるし。アメコミあるのかな。調べてくれなかった。ニューバードの U って何？ U は U なんじゃないか。うわ。電子超人ってなんだよと思う。ああ。電子要素あるあいつ。見た目が多分見た目か。ないじゃん見た目。まだこうメカニカルな部分あればわかるけどさ。ああ。全くないじゃん。何歳で出してる電子って？電子超人。まだなんか機械だみたいなの。宣伝でしか見たことない。あーうわっと思ったね。まあ、うわっ、ね、うわってなるよあれ。なるよ。お前コミケに行かないのか。あ、そういう感じなんだ。だってさ、あいつらすげえイケメンなくせにここに難しいとかやると分かってても腹立つよね。あー腹立つんだよ、すごい。どうなんですかね、僕の中で、アニメのイケメンキャラは、なんていうか、アニメだとイケメンなのが当然なのであって、当然だよ。アニメ界の中ではじゃあ微妙な顔ってことなのかなっていう。いや普通にイケメンでしょ。そういうことなんですかね。それは僕らから見たらイケメンですけど、アニメの次元の中だと微妙な顔なんじゃないかっていう。改ざん印すれば。そう。いやどう見ても改ざん印。いやでもその一応平均的な主人公の顔じゃないよ。もっとイケメンな。もっとイケメン、メガネかけてるさ。スーツに合ってさ、背高身長でさ。あーでも僕らも、そのオタクの見込みは難しいの世界に入ると、滞在にすればもっとああいうイケメンになるっていう可能性があるでも逆に言うと、そのアニメの人たちも現実世界に出てくると、あ、確かにオタクだねっていう顔になってるのかもしれないです。メガネで普通ってやつあんまりいないですね。だって取れば美少女でした、イケメンでしたって。だからさ、だからイケメンなんだよ、どうですか。はい、主人公じゃないし、男キャラ
本来オタクっていうのはさ、俺らみたいな感じの方が正しいっちゃ正しいんだよ。そのアニメでなんでわざわざオタク見せられなきゃいけないんだって。ああ、まあね、してさ、いた方がいいか隠れてみる。そうですね、あの隠れてがなくなってるんですもんね。隠れないことが正しいっていうのも確かに変な話だよね、うん、隠してもいいわけですよ。つかさ、オタクさ、やっぱ自分の好きなもの言いたくなるけどさ、それがちょっと無理な話なんじゃないのと思って。押し好きになっちゃうじゃん結局。あ、まあまあ、うん、その好きな話をしてもいいけども、受け入れられなくても仕方ないよってことだよね。そうだね、僕はここで受け入れられなかったよ。そうだね、うん、
ティガバイト急に言うからじゃない、まあね、もうちょっとこう浸透させてってラブプラス買ったんだけどさ、はぁみたいな、一発目で好きなものはプリキュアですって名乗るからな、名乗ってる、プリキュア好きでねっつって最初に普通に行ってだんだん仲良くなった人にプリキュアとか好きなんだよねだったら多分受け入れられてるそれ、だんだん仲良くなるにあたってさ、その自分の趣味を言わないと始まんないかなと思って、あーまあまあそうだね、タイプできないし、ただ言い方であるじゃん、こう漫画好きですとかさ、こうアニメとかちょっとこういうのが好きですねみたいな、大学でガッチャマン好きですって言ったら何も来なかったね、なるほど、誰もあガッチャマン好き人いないんだ全然来ないでしょ、がっかり、ね、天下のあの映画学科なのに来なかったからね、なるほどね、ガッチャマン好きやついないのかよ、そうオタク系いないんだ、いやウルトラマンとかフォーテとか見てる人いた、あーそっちね、それは最近なんだ、つかすってもさあ映画学校なんだからいろんなものに興味持つと考えてないのかね、あんまなかったですね皆さん、やっぱ自分の好きなものばっかし見るのも悪くはないんだけどさ、うん、こう知識広めるとかさ一応見てみようかなってそういう考えはあった方がいいと思うよな、もう結果として大学で全然関係ない映画やっぱ見てるからコトコト相当見てるコトコはダメダメコトコね、あれも課題で見たんだよね、あつまんなかったなあれ、チラシがなんか音がうるさい、あの昨日やってさあのドミノのゲームみたいなはい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 、音がうるさいが嫌いだよね、あガシャンとかガシャンとかやってびっくりさせるっていうのはさもうチンプだよね、あそれはそうだね、もっとなんか違う演出をしてくれ、あ今回説教が多いね、ね、ずっと説教してるよくないよ非常にしかも割と自分たちのことを棚に上げて説教してる、うんうん、全部ブーメランだからね、自分たちを傷つける言葉も自分たちで入るまあだからいいだろってことだよ、まあ、逆に言えばね、うんうんうん、話ガラッと変わるけどさ、ああその今レンジマンが言ったから思い出した、あのああチャペルさん分かるか分かんないですけど、ああこう銃座タイプの座ってやるガンシューティングゲームで、ああああのこういう風にこう僕がハンドル持ってるみたいにこう持って銃撃つゲームで、ああ横にしたりとかそうですそうですガソリンが対策しないやつみたいな、ああそうですそうです、それのホラーの心拍数測るびっくりさせてくるやつがあるんですよね、ああああそれを昨日レンジマンとやった時に、ああレンジマンの心拍数がずっと確か77とかぐらいで、ボブがずっと80なんかレンジマンとボブだと10ぐらい心拍数が平常値でも違うっていうことがあれで分かって、ビビリって出るよね、出るお前が音をでかく鳴らすからだろって思っちゃう、そうまあそれそうなんだけど、そうさせてくるやつや、でもボブの方も多いんでしょ10ぐらい、あそうですよ、ボブとレンジマンだと10ぐらい違ってびっくりした時もやっぱボブの方がもうすごい跳ね上がってて、レンジマンの心拍数がそこまでは動かないっていうことが、なんか意外とレンジマンの方じゃないんだねっていう感じは、あれ土地からちょっと平常心保つようにするこれは音が大きいだけですっつってで怖くありませんよ、強くなったね、もう2人して途中からもうこれ今画面に映ってるこれじゃない方向から来るぞっつって、うん、素直に楽しんでないよねこのペースを疑いで言ってたので、うん、後ろから来るぞでまた手がようと来るあ今静かになったからすぐうるさくなるぞゾンビが来るとかじゃないからでかい音が来るでかい音じゃないだってさあれ映像そんなびっくりしないよね、映像別に怖くないんだよあれゾンビたちがさ、プレス2のゲームの画面みたいなんだ、あゾンビとかってこうゆっくり歩いててうーとかってイメージだけど、あのゲームだけバーンってあーって来る、嫌だね、来るゾンビが全部あーって言ってくるんですよなんとか博士みたいな、あどんどんゾンビ来るからよろしく頼むよ、よろしくゲームオーバーした時ももっと僕を楽しませてくれよ、なんだその主義的な、なんかおかしくなったチャペルさんみたいな、それも失礼だな一応先輩だぞもう言えないけど、いやなんか僕はここでこういう研究をしてて、あの動く屍たちはその副産物さ、逆にじゃあ人が作ったやつなんじゃ、ああそうだよね、そこで平常心、そんなもんかじゃあ音うるさいだけだろビャーッ
あるんだと思うよ。メガネかけてんのその中で。なんか仮面ついてましたね。仮面とメガネちげえからな。スーパードラッグの人に来たね。ね、ツル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 ハブドラッグの鳥じゃない？ああ、そうそう、あれなんか鳥っぽいっすね。最終コース鳥あれでいいじゃん。ああ、まあでもやっぱツイッターっすね。ツイッターな。ツルハのポイントカードがあるからね。ほう、ポイントカード持つほどツルハドラッグなのにツルバドラッグのスグルだった。はい、つかポイントカードって言えばさ、レンジ君、レンジ君がさ、トイザラスに行った時逃げたからな。ああ、鬱陶しくなっちゃって、うん、懐かしいですね。めんどくさくなっちゃってさ、あれも、はあはあ、もうあれちょっとイベント起こしとこうかなみたいな。店側からしたら嫌な客だからね、あれは。まあ、作れって言うから作ろうとしたけども、うん、じゃあ断ればいい。めんどくさくなっちゃって。なるほど、うん、まあいいかっつって。てかポイントカード大変めんどくさいよ。あれすごいめんどくさかったね。なんかタブレットにさ、うん、名前とか全部入れなきゃいけなくてさ。なるほど、じゃあもういいわっつって。あるわ、もういいわっつって。見えるぞっつって失踪したもんね。さあばよもうあれ万引きと勘違いされても仕方ないよ。あ、遠くから見てたらもしかしたらあれってなるかもしれない。そうだね、俺もすごい巨漢の男が何やってんだって捕まえて、まもなく1軒目に。そうだね、うん、スモーク売ってねえかな。どうだろうね、売ってりゃ買うよ、1000円ぐらいだったら。もう買って売る人いるかね。そうだね、いないだろうね。しかもスモークだしね。わざわざスモーク買うなら売らないよね。ああ、スモーク、あんな格好悪い。あのスターウォーズのエピソード7、8の敵だったやつですね、うん、あの敵のボスみたいなやつですね。お前来たいってやったの俺だぞみたいな。あー、どうしよう、お前来たいってやったの俺だぞだったかわかんないけど、このホログラムの人、ホログラムの人じゃない。あー、そうです、そうです、それいいんだ。スタブセブンとかエイトのやつって敵が…そして、25時まで。スノーグは臨床を残すことなく死にますからね。うん、エイト見たんだよ、でも。あ、僕エイト見ましたよ。面白かった。一回限りなら、そうだよね。うん、あれ一回、二回以上は見れない感じですね。当分もう見なくていい。あ、ということでね、また会いましょう、皆さん。いただきます。はい、中さんです。はい、ライドプレイヤーまた買いました。ライドプレイヤー、何体目買うの？3体目。おお。で、まあ、何体やってもいいから。あ、10体ぐらいあるのかと思ったら 3体なんだ。まあ1個は高いんだよ。ああ、こういう微妙なやつってさ、なかなか落ちないもんね。そう、仙台はなかなか買えない。当時だってすぐ俺売れてさ、ああ、なくなってたもんね。そうだね、店頭から。いや、お客さん買うんだろうな。昨日はバグスターウィンス使ってたしね。ああ、買ってない。もうヒーローとかあんま買ってないもんね、つまりは。ああ、その脇のどうでもいいやつも買ってる。ゼクロス買ってないけどタイガーロイド買ってる。ああ、サーバルキャットマンでした。サーバルキャットマン、サーバルキャットマン殺すの早すぎない？あれだっけ、カバンさんだっけ、カバンマン、カバンマン、カバンマン、すぐ死ぬ。サーバルキャットマンは何だっけ、カバンマンか、カバンマンが崖から落ちて死にましたよって言って、トランスフォーマーみたいな。崖から落ちて死にましたよ。あれだよね、最近思ったんだけど、電子レンジマンってさ、結局続くんだよね。まあ、うん、まあ仕切り直しね。アメコミみたいなもんだよね。アメコミが一段落して、うん、また次の世界でまた始まりますよって言いながら。そんなのと、全員死ね、みんなついていけないでしょ、10年もやったから。ああ、なら一旦リセットだよこれ。なるほど、うん、自分ももう設定が分かんないから。ああ、設定そんなないでしょ、レンジも。ここでもリセット。あの地球人な 1.5 分だっけ、宇宙人の強さ、強さとか。
電子レンジマンもさ、いっぱいいるじゃん、ウルトラ兄弟みたいに。電子レンジマンブラックとか。え、いたんだっけ、それ。ブラックは、去年あたりに確か新登場してる。あー、ダーク電子レンジマンとか残ってるんだけど。まあ、あの辺は大体。キリさん、なんとかマンボブにこの間送ったよね。誰だっけ。あれなんだ、青い服で、ヒゲのサングラスみたいなのかけてる、ヘルメットかぶってないな、髪は出てるな。はあ、あれ何マンだろう。そうです、いた。ホンダマン。なんかズボンが茶色かなんかで、はあ、服は青かなんかで、はあ、黄色い服も見えててみたいな、カラフルなやつで。なん、はあ、だろうね、ヒゲ面のやつ。多分ダブったやつだろうね。ああ、ダブったから送ったんだと思うけど。なんか地合状着てたよ。地合状なかった。変身時も一回送ったでしょ。上半身だけか。いや、下半身もあるよ、あれ。ああ、そうだっけ。あるけど、その壊れたから、あ、壊れた瞬間直せば使えるから、ね、そうだよね、うん、てか、話しとくけど、最近の食感って出来いいね、かなり。ああ、そうですね、もうすごいっすよ。なんかそんなに出来良かったなって。細かい塗装もされてるじゃん、割と。はい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 。最近の食感が本気っすね。すごい細かいモルトとか入ってるの。少し炭入れしたらかなり良くなる感じ。ああ、確かに。炭入れされて売られてるやつたまにあるよね。ね、食感コーナー。ただ一つ難儀なのが、実際の仮面ライダーって実写で炭入れされてないから。そうだね。あ、ガンダムとかと違って、なんか炭入れされると違くないってなっちゃうのは。これがアニメとかだったら、まあガンダムも正直プラモデルだと線多すぎるよ。そうだね、アニメに比べると。あ、なんかあれがあんま好きじゃないです。やっぱそういうちょっと現実っぽくやられると嫌だって思われる。線多くすればいいんだろうか。まあね、情報量を多く入れるとやっぱ君らは嫌だよ。ああ、書きにくいですしね。シンプルでこう鉄人二十四みたいな感じの、うん、もう鉄人二十四も悪魔の街を狙ってる方はやっぱりちょっとどうかな。あ、僕の中ではあれ白黒版が最高。なるほど。ビルのハイウェイに顔、うん、やっぱりこうシンカリオンとかは全然興味ない。すごいですね、この放送シンカリオンの話めっちゃ出てますよ。あ、出てる。あ、そうなんだ。あれ、こっち入ってるっけ、シンカリオン。ない。多分あれほぼ全国でやってるけど。あれ、ああ、そうなんだ。やってんじゃねえか、朝に。ああ、朝7時とかだよ、確か。なるほどね、うん、面白いのかな、あれ。デザインが、ロボットのデザインがかっこいいけど、一方なんかこう、おもちゃがちょっとこう本編のかっこよさに追いついてないなっていう感じがしてしまって、なかなかとっつけてないって感じです。めっちゃ雨です。ああ、これによってポップが聞こえにくくなる。確かに。なんかすごいそういうタイプの雨降ってますからね。ああ、ね、一応これサウンドレコーダーで今撮り始めてるけど、あんま聞こえてないかもしれない。すごいね、うん、そんなに降ってくるかね。非常に強いです。車綺麗になっていいけどさ。あ、まあ前の雪の時もさ、全然聞こえてなかったけど聞こえてるから。ああ、多分大丈夫だよ。なるほどね。まあ聞こえてたところでそんな身がある話してないし。まあね。ちょっと文句ばっかりしてた。黙っちゃダメだよ。黙っちゃダメなんだよ。雨の音でみたいな。これもう雨の音を楽しむだけの動画になってたじゃん、一瞬。今もう雨を楽しんでください。わかるよ、言うことなくなったでしょ。何かないかな。すごいもんね、もう雨のすごい地帯は抜けました。そうだね。あれだっけ、フライングウィッチの作者となんかこう関係あるわけではないけど、あるでしょ。そうだ、でもあんまなんかそこそこ思った以上に関係近いっぽいんで。ああ、元がないでしょ、あいつ。あんま言うとまずそうっすね。言えなかった。身元つながるかもしれないっす、うん、迷惑がかかる可能性ある。そうだね、っていうことに近いんだって感じで今思ってびっくりしてるけど。ああ、うん、
あそうですね。なんかあんま言えないな、これも。何言おうかな。なんでしょうね。何、俺の豆の国境でもする。あー、これでも見てる人もそうですよ。読めればいいんですけどね。いまいちそれは出せないからな。そうですよね。俺なんか文句つけてもいいからねって言ってるから。はいはい。でもレンジマンもすれば読んでないのでね、今回のやつは。はい、じゃあリスマンは読んだ。あ、リスマン読んだ。リスマンやりたいんだよね、また。いや、僕もリスマン一番いいと思うんですけどね。今のその漫画ダメ、もうダメだったらもう一回眠会でさ、あのレンジ君主人公しようと思ってる。リスマンの主人公をレンジマンに。レンジマンでもいいじゃん。 お互い文句言い合うんでしょ、なんか。なるほど。リスマンって言うけど全然リスじゃないがないみたいなこと言ってさ、ケチつけやん。なるほど。もしくはレンジ君も薬剤にする話とか。はあ。僕あんま行動しないからね。まあ現実だとね。現実だけど。現実だと。してる方なんじゃないの？僕はリスマンと例えばなんか問題起こすにしても、リスマンに直接は何も言わないからね。ああ、なるほどね。あれおかしいと思うけど。で、一人で言ってる。一人で言ってる。近くなるし。ああああ、登場人物は他にいないっていう。いないの。ああ、それ確かに。行動しねえよこれ。そこをね、頑張ってこう面白くするって。そうね。僕だって人に会う機会ないから現実で。ああ。店員以外と誰とも会わねえの。なるほど。ああっていう話。そうそう。ああ。数ヶ月に1回しか人に会わない。あ、まあ、今みたいな。今のみだよ。なるほど。こんな感じですわっつってね、はいはい、さよなら皆さん、アメイジングでーす。そうですね、ありだよ。さて、近くで牛丼食おうかということで。そうですね。吉尾の矢だか好きやだか忘れたけど、レジはどっちでも。まあどっちもやるなら大丈夫か。うん。チャベルさんもどっちでも大丈夫ですか。うん、でもそんなにこだわりはないけど。いやー、レッツシグナルバイク。レンジ君を主人公にするって難しいね。まあ、でもあえて難しいゆえに斬新なものにはなるかもしれないですよね。そうだよね。でもやっぱり一人ってのも悪くないかな。一人ってなると家の中での妄想みたいなのもあるの。妄想そんなしないですからね。まあ漫画の人は知らないけど、漫画現実の人はね、うん、そりゃそうだよね。多分世間一般からのこの電子レンジマシンのイメージとそんなね、そぐってないよね。
俺の日常はこの放送から感じられるやつとあんま関係ないんじゃない？確かにそうかもしれないね、うん、意外と普通あ、あっちか今分かんなくて調べようと思ったけどあとあれですね、どっかドアが開いてる説がありますね。マジか、ああドアやばい、無理かな。後ろ確かにちょっと閉まりにくいあれがあるんであんま強く揺るのが怖い、ね、人挟みそう。ちょうどここで停車しますか。多分俺の方だと思う。では運命のドアタイムを。何だそれ。閉まりましたね。よし。前のちょっと本当に繋がっちゃってんだもん。出やすいけど。ああそうですね。おっと今行けると思ったら。ライトプレイヤーで遊ぶにしてもさ、そのポーズにするだね。可愛いポーズしてない、ちょっと。ちょっとカメラ出したろ。なんか座ってるみたいなポーズにして。かっこいいポーズさせないんだよ、これ。今、車来てないかなって横見たら、君そうやって遊んでる。全然こう、アクションポーズさせないよね。まあ、戦うやつじゃないんだよ。戦うやつだけどね。これ、今もなんかこう、足もなんかさ。あの弟のトムが可動フィギュアがよく動くかどうか格付けするときにそのポーズできるかどうかで判断するんだよ。なるほど。っていうのを君もやってる。僕がよくやるこの戦艦モード。戦艦ああこれミクロマンでよくやってたね。まあ、ね戦艦モードっすよ。人が戦艦になってるのを見立ててやるやつ。ああまあちょっと気持ちはわかるけどさ。飛行機とかじゃないんだ。戦艦。戦艦モード。これで定義も一網打尽だぜ。それあれじゃない、あの武器さ、腰の台座のところにさせばさ、確かにより変形したっぽくなるよ。そうだよ。この要するに背びれ部分で相手に突撃して切り裂くんだよ。そうそうそう。刺さんだよ、しかし。あ、刺さって、刺さって。これで勝利の法則が決まったぞ。ああ、大人であることを忘れるよ、これです。これ財産環境おー、できたね。うん、つって何を言ってるんだよ、24歳本当だよ、ね、さよなら